僕らが地方の人たちに伝えなきゃいけないことをプレーで体現する。バスケが好きで好きで突き詰めたらこんな感じのバカになっちゃうんだなみたいな、イエーって言われてたんですよ。こういうゲームしたいなって思って、かけます全てを。チームボラホリック、レッツゴー。青森、ここで僕のサムシティが始まったんですよ。